こんにちは。恒例になってきました新作アイス食べ比べをしたいと思います。今日はですね、もうセブンイレブン、ファミマ、ローソン全部回ってきて新作をちょっと検証しました。見てください、こちらのたくさんのやつ、幸せいっぱい。もう全部持ってさ、幸せ、毎月このアイスを好きなだけ食べれる、幸せすぎる、幸せすぎる、はあ、幸せ。何から食べようかな、何から食べようかな。とりあえず1個ずつ食べたいと思うので冷凍庫にしまいたいと思います。手袋からね。何からにしよう。幸せだな、アイスをたくさん食べれるなんて。ではまず1つ目、じゃん、これ今話題のチーズワッフルコーン、ローソンで買った白。これね、本当にローソンどこもなくて、もう全然見つからなくて、ああもう私これゲットできないかもって思ったんだけど、最後のローソンでここがなかったら無理だなって思ったところで、ローソンのアイスのカゴをこう開けたところの奇跡的に1個だけあったの。奇跡的に嬉しい。うわ、最高なしっかりとしたコーンをいただきます。どんなチーズなんだろう。チーズだもんね、チーズとか最高。うまっ。なんかすごい後味がふわっとしてて、なんだろう、レアチーズに近いのかな。レアチーズなんだけどすごい濃厚さもあって、めっちゃ上品な味、めっちゃ美味しい。これうまいじゃん。うまっ。くどくない。これ止まんないうまさだな。うまい。めっちゃチーズ。コーンも食べてみよう。はい。いいね。コーンとチーズがめっちゃ合う。うまい。うまっ。まだまだあるのに、これ1個食べきりたいぐらいうまい。どうしよう。止まんない、これ。美味しいんだ。めっちゃ美味しい。どうしよう、止まんない、うまい。でも他にめっちゃアイスあるからな。それであるよ、これで一回閉めてもう一回食べ後で。こちら星5個、めっちゃうまい。これ星5つです。めっちゃ美味しい。うまっ。いやー幸せー。続いてはもう本当にアイス欲が止まらないんだけど、どうしたらいいですか。もうアイスが食べたくて食べたくて、毎日アイスのことを考えて。続いてこちら、ハーゲンダッツのチャイミルクティーです。これめっちゃ美味しいって結構インスタで見るんだよね。私チャイ好きなのよ。スタバとかでもチャイティーラテ飲むもん、めっちゃ。ていうかもうハーゲンダッツって神だから、本当に。私最近、今日は買ってないんですけど、ハーゲンダッツの抹茶ワッフルみたいな、セブンイレブン限定のコーンのハーゲンダッツがあって、それめっちゃうまいんだよ。抹茶マカダミアめっちゃ美味しいの。それ昨日も食べちゃった、朝に。あー、いい感じに溶けてるわ、最高。うん、あー、おお、おいしい。しっかりチャイなんだけど、チャイが苦手な人でも食べれる臭みのないチャイって感じ。軽いチャイだけど、ミルクティー感もあるから、なんかチャイティーなんだけどすっごい食べやすい。おいしい、おしゃれな、うまっ。ミルクティー入ってるからミルク感も強くて、でもしっかりチャイもあるっていう、めっちゃおいしい。これちょっとリピ買いかも。うまっ。これうまいわ。やばい、ちょっと今回止まんない。うまい。めっちゃ美味しい。これ買った方がいいわ。このチャイミルクティー。星5つ満点。待って、これも美味しすぎる。めっちゃ美味しい。絶対食べてほしい。てか、なんか、ちょっと気分がまったりじゃなくて、あっさりでもこれいい、めっちゃ。うまっ。ね、幸せ。何行こうかな。続いて、こちら。ビスケットサンド、ビアードパパの絞りたて工房のパイシュークリーム味って。絶対美味しい。私さ、クッキー大好き人間だから、クッキーサンドのアイス大好きなのよ。本当に。絶対うまいです。うわぁ、もうしっかりカスタードのバニラエッセンス入ってるなって感じする。うまい。うまっ。てか、このビスケットが
アイスに挟まってたことってちょっとしっとりしてるの。それもめっちゃいいし、結構カスタード強めなのかなと思ったら、ここまでカスタード強いくないんだけど、バニラ感もなくてちょうどいい。このビスケットの相性がめっちゃいい。うん、うま、おいしい。うまい、濃厚。でもこれは結構めっちゃ美味しいけど重めだから、これ1個食べてめっちゃお腹いっぱいになりそう。こちら星3つです。続いてのアイスはこちらです。じゃん、ピノのやみつけアーモンド味。いやこれ絶対美味しいから。だってこのさ、ピノのさ、箱のピノあるじゃん、あれってさ、私アーモンドが一番好きなの。アーモンドが一番好きな人多いと思うんだけど、あれさ、箱で家族とか取るともうアーモンドの取り合いじゃない。だいたいアーモンド最初あって、だいたい赤と青が一番残るんだよね。うわ最高、めっちゃアーモンドついてる、神。ね、絶対美味しいじゃん。うわ、ちょっと溶けてる。うまい。あー、ほんと思ってたのよ、ピノのアーモンドだけが売ってればいいのにって。で、このアーモンドの美味しさはチョコのコーティングにアーモンドが入ってるの。だから箱に入ってるアーモンドはアーモンドチョコみたいなのかかってるけど、これはガチなアーモンドが入ってるからめっちゃうまい。歯ごたえもあって美味しい。うん、うまい。でもこれ中が溶け始めてるから、後でもう一回凍らせて食べよう。こちら星5つです。これはうまい。もう本当にアーモンドの取り合いしなくて済むね。つぶつぶ感も最高。うまっ、おいしい。続いてのアイスはこちら、じゃん、雪見大福のピスタ福。なんて読むんだろう。これあんこと抹茶だって、最高じゃん。私のための食べ物じゃん。うわー幸せだな。絶対おいしいよ。これずっと気になってたんだ、どんな感じであんこが入ってるのか。半分で割ってみますか。えいっ、かっ、おお、あんこ入ってますね、しっかり。食べてみましょう。うん、うーん、あ、おいしい。うん、なんかあんこと抹茶の割合が完璧。抹茶はそんなね、濃い抹茶っていうよりかどちらかというと甘み少なめの抹茶なんだけど、ちょっとこのちょうどいい量のあんこが甘さをプラスしてめっちゃ美味しい。うーん、うまい。なんかこういう抹茶大福みたいなのあるよなって感じ。よくさ抹茶クリーム大福とかあるじゃん、ほんとそんな感じ。美味しい。こちら星4つです。結構今回クオリティ高いな、全部美味しい。続いてはじゃん、パピコの桃。これは絶対に美味しいよね。もうパピコはね、美味しいに決まってる。昔パピコの抹茶あったの知ってますか。あれめっちゃうまいよ。桃は最高でしょ。もうこれはね、暑い今の季節にぴったりで、もうね、帰り道とかに食べたくなる感じ。うん、おう、あ、いい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 。さっぱり、めっちゃさっぱりなんだけど、ちゃんと果肉っぽさもあって、濃厚な桃って感じ。なんかジュースで言うとネクターみたいな。あ、おいしい。なんだけど、なんかフルーツ系がさ、シャーベット感あるじゃん。なんかちょっと頭にキーンってくるような、そういう感じじゃない。ちょっと滑らかさもあって、桃が濃厚なんだけどさっぱりしてる感じ。おいしいな。うまい。甘っ。半熟白桃果実と国産黄金桃を使用。だって美味しいな。昔よくパピコ食べてたな。なんか今もうさ、まあ、ちょっと高いなって思うけどさ、ハーゲンダッツを当たり前のように食べるけど、昔はハーゲンダッツなんてめったに食べれなかったもんな。ハーゲンダッツ食べたいって言っても、高いって言われて、いつもスーパーカップだった。なんか頑張った日とかパパがパチンコで買ったりしたらハーゲンダッツだった。パピコは一点も買ってくれた。美味しい、これめっちゃ美味しい。うまっ。一瞬で食べ終わんだけど、パピコ。美味しい。こちらのパピコは星5つです。これはうまい。なんかあっさりしたものを食べたい時にちょうどいい。濃厚さもあるし、さっぱりさもあって最高です。うまい。続いてはこちら、じゃん。ブルガリアヨーグルトのブルガリアフローズンヨーグルトデザート。てかもうヨーグルト大好きな人間からしたら、ヨーグルトをアイスにしてくれてありがとうございますって感じすぎて最高。わーお、いただきます。
うん、あ、なるほどね。うん、あ、めっちゃブルガリアだ。うまっ。あ、うまい。あ、なるほど。なんかコーティングされてる外はすごい、なんていうの、さっぱり系のちょっとシャキッとした感じのアイスなんだけど、中は滑らかなクリーミーなヨーグルトって感じだから、あっさりしたヨーグルトの中に濃厚なヨーグルトが入ってるみたいな。うまっ。うん、ブルガリアヨーグルトを濃厚にして固めたみたいなアイス。おいしい。うん、これはいいわ。102カロリーしかないんだ。めっちゃさっぱり。罪悪感ないな、これ。いや、本当に口の中に溶けたら飲むヨーグルトみたいな感じ。うまっ。うまい。おいしい、これ。ちょっと一度冷凍庫に戻します。え、入らない。さっきのブルガリアのヨーグルトは星4つです。てかもう目全部美味しすぎて全部ここにしたいぐらい美味しいわ。あのヨーグルトはいいね。なんかちょっと夜ご飯アイス食べたい、でも濃厚なアイスでちょっとよくあるなって時に、あのブルガリアのヨーグルトならカロリーも低いし、あっさりしてし満足感もあっていいって感じ。そして最後ですね、こちらヤンス氷、セブンイレブンの。最高じゃん。もうかき氷大好き人間からしたらティラミス氷嬉しいよね。気になってたんだよね、これ。うわー、すごっ。結構なんかふわふわホイップのせだって。いただきます。どんな感じなんだろう。あ、え、めっちゃホイップなんだけど。氷っていうかホイップ、ホイップすごいね。あ、すごっ。なるほど。うん、うまっ。一番下にビスケットフランチとコーヒーソースが入ってんだ。なんかホイップが多めで、でも中にマスカルポーネ風味のかき氷。本当ね、うん、かき氷ぐらい濃厚で、本当になんか下のコーヒーがまたいい味出してるね。セブンイレブンのアイスと思えないぐらいのクオリティの高さ。うん、うまっ。で、氷のこのね、なんかシャキシャキ感もガリガリすぎず、ちょうどいいところ攻めてるね。美味しい、これ。いいね、やっぱかき氷いいね。うまっ。かき氷の密度がいい。なんかギュッとしてる感じ。うまっ。美味しい。止まんない。美味しい。うん、このティラミス氷星4つ、めっちゃ美味しいんだけど、やっぱ上のホイップの量結構多いから1個食べると結構重めかも。でもすごいお腹空いてる時とか、めっちゃ濃厚な気分はもうめっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。今回も新作のアイスを紹介しましたけど、やっぱ一番美味しかったのはチーズの一番最初のかな。あれはうまかったな。でもやっぱピノのアーモンドも良かったな。懐かしの味っていう感じで美味しかったです。まあ、今回ね、全部食べきれなかったので、この食べきれなかったやつはまた冷凍庫に戻してちまちまと食べきりたいなと思います。ということで、これ毎月恒例にできたらいいなと思うので、また来月も楽しみにしててください。ではバイバイ。